ちは。ハスラーノリメルのドライブログです。和歌山県和歌山市の高速道路 E42 阪和自動車道を走っています。この先にある和歌山ジャンクションから無料の高速道路である E24 京奈和自動車道、和歌山ジャンクションから郡山下津道ジャンクションまで走っていきたいと思います。しばらく和歌山ジャンクションのランプを走っていきます。ここから京奈和自動車道の本線になります。なお大阪方面のランプは約 3km 先になります。和歌山ジャンクション大阪方面のランプが見えてきました。和歌山県岩出市に入りました。この京奈和自動車道は各地にインターチェンジがありますが、途中のインターチェンジには番号があったりなかったり、番号が連続していないなど、インターチェンジ番号の付き方が一貫していません。
このため、この動画中は、次のインターチェンジから順に123と番号を振っていきます。県紀の川市に入りました。
標識からインターチェンジ番号がなくなりましたね。
和歌山県桂木町へ入りました。和歌山県桂木町といえば、平成6年8月に雨ダス天竜と並んで当時国内最高気温歴代2位の 40.6 度を記録した町です。令和5年2月時点では国内最高気温第12位まで順位を下げています。さて、次の桂木西インターチェンジに併設されていますパーキングエリアで一休みしていきます。それでは京奈和自動車道の旅を続けていきます。
和歌山県橋本市に入りました。この京奈和自動車道、インターチェンジ番号があったりなかったり、どうしてこのような状況になったのでしょうか。
五条市に入りました。この先奈良県です。
良県御所市に入りました。この先の御所南インターチェンジにはパーキングエリアが併設されていますが、御所南パーキングエリアで一休みと昼食をいただいていきます。右方向、パーキングエリア方面です。まもなく右方向、パーキングエリア方面です。
それでは京奈和自動車道の旅を続けていきます。この御所南パーキングエリアは奈良方面のみの設置ですが、和歌山方面からも連絡路があるため、実質両方向から利用可能なパーキングエリアとなっています。次のインターチェンジは御所を名乗っていますが、御所市と橿原市の市境をまたいでいるため、3回市境を通過します。和歌山県橿原市に入りました。奈良県御所市に入りました。和歌山県橿原市に入りました。ここまで京奈和自動車道の旅を続けてきましたが、次の橿原高田インターチェンジで一旦終点となります。和歌山県大和高田市に入りました。
和歌山県橿原市に入りました。この次の橿原北インターチェンジまでは国道24号を走っていきます。ここまでの旅は2023年2月に撮影したものですが、次の橿原北インターチェンジより先は2021年12月に撮影したものとなります。奈良県田原本町に入りました。和歌山県三宅町に入りました。
奈良県川西町に入りました。市に入りました。今回の旅最後の区間に入りました。この先は有料の西名阪自動車道のためか通行車両がほとんどありません。この郡山下津道ジャンクションは E24 京奈和自動車道と E25 西名阪自動車道との結節点です。このまま名古屋方面に進みますが料金所には ETC アンテナがあり入り口情報を記録します。これから西名阪自動車道へ入っていきますが郡山インターチェンジを通過したところで京奈和自動車道の旅は一区切りとさせていただきます。運転お疲れ様でした。